お願いする。こんにちは、こちら翻訳してきました。裁判官だけはいなくなることができる。そしてこのフェンリリーに、これらの人を裁いてくださいと、最も多くの者によるスタートは罪を犯しましたと、まあ直訳直訳さながらのね、臨場感で、直訳したのがまずかったか、直訳したのがまずかったかな。あ、これもダメだ。あ、あれだ。あれアシュリー、ジョッシュ、ジョセフ、ロバート、ナンシー、デビットって、これなんか聞いたことあるね。聞いたことあるぞこれ。適当押すもんじゃないぞこれ。うわー、そういうことか。そういうことか、そういうことか。はい、そういうことですね。わかりました。裁判官だけはいなくなることができる、あそこの文字がね、まあ、ヒントなんでしょうねこれ、おそらくね。で、あれ順番通り押さないと次のがわからないと。この赤ちゃんは関係ないと関係ないのこれめちゃめちゃなんか起きそうなんだけど、ちょっとこの辺試行錯誤しよう。もうヒントが他にないもんね。この方関係ないもんね、縛られてるからね。あ、いったあれから何回も何回も死にながらこれやっとなんだったんだこれ。消去法でいろいろやってってたけど、今のナンシー、アシュリー、デイビッド、ロバート、ジョシュの順、ジョセフの順にありましたね。何の順番だったんだろう。ちょっとわからないな。でもいけたからいいとしよう。さあ次どうなってるんだ。いやーなんかね、いろいろと音が気になるね。入っちゃった。映画版でもいたよねこれ。頭も顔も、顔がない頭に、おい閉まんのか。今度は閉まる方が、入りたいんだろうね。やっぱその、あ、ブロックダウンドア、あ、これでドア壊せますわ。あ、待ってよかった。帰ろ。こんなとこもいてらんない。怖い。あ、こういうのでいいじゃん、壊すの。って気がするんだけど。エレベーターこれ動かないでしょ。まだ動かないね。これで壊せるところがまあ出てくるってことだよね。ちょっと行きましょう。多分こう開かなかったとこがねあったんだよね。どこだったっけな。この辺なんだよね。あれここかな。あ、やっぱりこれだ。ここを使ってエレベーターの中に入ったんですね、さっきのやつを使って。おい死体と一緒だぞ。おい、大丈夫かこれ。角にいよ、角に。怖い。動いてる。やばい、核心に迫ってきてるかもしれないこれ。ああ、ここでね、その時のね、一日中吐いた時の、夜中中吐いてた時のことをね、少しお話ししましょう。いくらやってもね、こう吐き気が止まらないから、途中でも全裸になって服全部脱いで風呂場に行ったんですよ。
で風呂場に行って、そこで体洗いながらもうずっと入ってた。もう食ったものが良くなかったんでしょうね。あのすごい赤いやつ食ってたから、もう吐血みたいなのがガンガン出てたんですよね。でもうそれ、まあ、そういう時よくやるんですけども、なんだこれ、俺はもうダメだ、あとは頼むみたいな演技をねするみたいな、まあ、そういったこともなんか一人遊びしながら朝を迎えたっていうね。おいおい、なんかこれもうボスっぽいぞ、そんなこと話したら。え、ボスとかいいんだ。うわあ、もう入れないね。いや、あんまり入れるとこなくていいんだよね。あ、入れる、ここ。え、あ、病室だ。ちょっとセーブしておきましょう。とうとう病室来ましたね。もう一気にやっちゃおうか、これ。ため撮りで。ここアイテムいいじゃん、クワガタみたいな。クワガタジャッジメント is just。 ちょっと待ってこれ読めなかったな。いや、これ三角様の出番じゃないか。もうこれ、ここでね、三角様が出ないとか、もうそれはそれでね、みんな納得しないからね。よしよし、ここはもう出るべきでしょ。出なくていいんだけどさ。ああ、なんか聞こえるわ。うん、なるほどね。すげえ適当に分かったふりしてるけどね。もうなるほどねって言っとけばね、大体伝わりますわ。大体まあいいんじゃないかな。おい、あ、これさっきのでカットすればいいじゃない。ワイヤー切るやつで、なんであれ取れなかったんだろうね。すげえ張り付いてんのかな、あれに。なんかアロンアルファとかでガッシーなってんのかね。そういう除光剤みたいなの取ってこいみたいな完全に予想でしかないけど、壊れまくってるなこれ。いや、いいんだよ、入らなくていいんだよ。またこれちょっと広めになってきた。ああ、ちょっと待って、これ重要な、これメモだったらどうしよう結構スルーしてきてるけど。あ、赤ちゃん、わ、下の階まで。あ、おい、なんだこれは。少女が弓持って太陽の下にいる。これなんだ。あ、カード3というのを手に入れましたね。かわいいねコンコンコンってなんかなったけど、うちじゃないよな。リアルの音だったら怖いからやめてくれ。あ、袋閉じ、パッケージされてる方ですね。カードを探していこう。これ絶対何種類かあるはずなんだよ。あったはい、剣となんか人形持った人だね。どんぶりじゃないな天秤持った人だね。ジャスティスのカードを手に入れました。さあ、他にどんなカードがあるんだ。カード遊びしたいぞ。遊戯王、え、わー、いる、下にいる。これはなんだ。なんかかりん、コンペイトーみたいな、コンペイトーじゃない、なんだろうな、かりんとうみたいなのをあげてるね。あれ、分度器か、分度器じゃない、あれだね、あのコンパスだね。お酒とかあるね。だんだんカードがコレクトされていくのはいいよね。やっぱコレクター魂が湧いてくるよね、だんだん。あ、開いた。ここだ。このドアですわ。
なんだこの部屋。あー降りれるのか。あー嫌だな、地下嫌だねこれ。地下嫌な予感するねこれ。いや確信に迫ってんじゃないこれ。はい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 、心臓に悪いわこれ。赤い、はい、すいませんすいませんすいません、何にも生意気なことしよう。注射器武器にしたいね。手に入んないか。まあ女の声ぐらいじゃね。女の声、あれこれ前にここで囚われてた人がいたところだ。まだカード集めてたんだな私。そういうことか。まだまだカードありそうだ。コレクションしていきたいぞ。あ、まあまあ勝手に開くことも開くから、勝手に開くこともねあるよ。さあ赤い方に行ってみましょう。え、ちょっと待って、どうしたらいいこれ。ちょっと戻ってきました。なんか下ではないっぽいですね。ぐるぐる回ったんですけどもなかったね。じゃあこの集めたカードどう、あこれ、これだこれだこれ来たかもしれない。エンディング来たかもしれませんよ皆さん。とうとうゴールかもしれません。いや長かったですね。もうこれでね地上世界にポーンと行ってね、息子かなんかとわーっとあってね、じゃケンタッキーで見こうぜっていう、まあ、そういう感じでコーラとかね片手にね、そんなわけないってねそんなわけないってね。肉だね、でも肉はあるね、ハンバーガー的なね。え、ああ、入れます。これなんだ、うわ、あこれちょっとした迷路になってんのか。あれドアがあるわけじゃないな。こちらでしょうか。誰か、あれか、なんか、なんかいる、なんかいる、何あいつ、何あいつ、おならしてる、おならしてる、あいつ、あいつおならしてる。こんにちは。こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは、こんにちは。どうしたらいい、これ。おお、なんか、始まる、始まる。ちょっと待て、待て、待て、待て。おい、おい、おい、おい。電気が壊れ始めた、電気が壊れ始めた。これは一体なんだ。兵こいてきて、あいつらがね。簡単に説明しましょう。兵こいてきて、電気壊れた。これどう言ってるんでしょうね。いや多分兵こいてるわけじゃないんだろうけど、相当臭かったと思いますよ。いやそれ以前の問題だ。怖すぎる。あ、始まった始まった。え、あ、ここ。Something's wrong. Something is wrong.What's happening to me? The drugs. ここに死んでたでしょう前。それから私蘇ったんだな。ああ、帰ってこれたってこと病院に。あ、帰ってこれてる。ま、マジか。え、じゃあこれでもう、あ、ロックかけられてる。ロックかけられ。え、ちょっと待って、ここか。あ、入れた入れた。ん、あのなんか優しい音楽になってきたね。はい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 、これ出れる、はあ、出れた。
出れた出れた出れたぞ。外行けたけど、外出た。おお、か壁結構明るさまな壁だね。あ、こんなんだったっけ。もうだいぶ忘れてきてたね。どこ行くんだこれ。どうなんだ、またストアの鍵なんてものがどっかにあるってか。これマジか。物語はまだまだ続くみたいですね。そんなわけで、次回、この続きをやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。金龍、金龍入れた。金龍どうせだ、セーブのとこまでやりましょうか。あ、いいね。あ、なんかこういったね、ちょっと今中華料理食べたいとこだね。中華料理食べたいね、こうやってね。やっぱり皆さん、コインを手に入れましたね。ほう、コインが役立つことがあるのか。コインが役立つことあるのかこれ。結構広いぞこれ。マジか。あ、電話かけれる、もしかしてコインで。あー、これは動いていないということですね。ストア来ました。ここにあの鍵あるでしょ絶対。これ間違いないよ。お、ちょっと待って待って、これね、I356、これ重要な気がします。今もう英文を読んでる暇がないんでね、ささっと後でちょっとチェックしてみますわ。さあ、え、これ光ってるの。お、コイン入れた。何飲もうかって、やっぱグレープかな。あら、天丼かな、いや団子かなって。いやいや、そんなのがボトッとしてきたら嫌でしょえどこでもせるな俺あ、順番がこれあんのかな。順番があるっぽいね。あ、出てきた。もう適当、適当で来てるよね本当。でさっきのところ戻って開ければあそこに何か入ってるんでしょうね、部品が。でそれを使って、もしかしたらここを脱出する何かこう乗り物みたいなの乗ってガーン行くんでしょう。もうサイレントヒルらしかなるあれですけども、ガーンと行ってここも抜け出したいよね。普通のサイレントヒルのゲームやるとここら辺ね、あの犬コロがもうブワーってくるからね、あれが嫌ですよね、怖いです。どれ、開いたぞ。さあ何のアイテムだ。中に入るねやこれ。あ、そう、中に入るみたいですね。またもやこれどんだけ作ってあるんや、すごい量やね。301、私のあれだな、引っ越した時の、引っ越した先のあれだね、回数だね。301です。バレちゃったな、住所バレしたな。ここまた偉いもん、これ偉い南京錠かかってるね。303、306、お、入れたな。なんかこう食いたいな。ちょっとなんかガーリックチャーハン炒めらへんちょっといただきたいですね。お、ただアイテムならないが。おー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 、待って待って、ボトルは、ボトルをなんか手に入れたね。あ、こういった工具とか絶対役に立つんだけど。
なんかこれ開けようとしてるか。ここなんか開くみたいだな。どんだけ長いのこれ。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。奥にどんどん行ってみましょう。あれ、あ、開いた開いた開いた。お、なんか焼いてます。お、焼き切った。あ、そういうアイテムだったんだね、私拾ったやつ。また上とし、あ、やっセーブがありました。そんなわけでご視聴の方ありがとうございました。まだまだこのアルケミラ、続くみたいです。どんどんやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ベルクラでございました。